これまでのあらすじ。音楽の道でプロを目指すかどうかの挑戦。そのためにエクストリームハーツに参加した私たちスノーウルフは準決勝まで勝ち上がって、同じ初参加チームの5人組ライズと対戦することに。試合の前にはライズのリーダー日和とも偶然交流できて、一緒に歌ったりお米と卵を分けてもらったり。日和は優しい子だね、本当に。だけど勝負は勝負、誰が相手でもきっと負けない。で、今回はそんな準決勝の少し前のお話。はい、というわけで例のコーナー。今回は初参加で準決勝まで勝ち上がった2人組、スノーウルフの事務所にお邪魔します。インディーズなので自宅なんですけどね。こちらで2人暮らしをされているそうです。では早速頼もう。はい、こんにちは。こちらがスノーウルフの2人、アシュリー・バンクロフトちゃんとミシェル・イエーガーちゃん。どうもっす、よろしくお願いします。設備すごいですね。これ全部ロボットの？そうなんです、私たち2人ともロボット技術屋なんで。開発のミシェルと整備のアシュリーです。あ、ロボちゃんたちもこっちに。あ、はい、失礼します。スノーウルフのマネージャー兼監督レニちゃんとプレイヤーロボのみんなです。よろしくお願いいたします。この子たちは介護用ロボットがベースなんだっけ？はい、うちの実家が介護用ロボや義肢のメーカーなので。システムや駆動系もいじってるんで中身はだいぶ変わってるんですけどね。ああ、もちろんチューニングレギュレーションのチェックは通ってますよ。自作機やチューン機は大会側のチェックが厳しいもんね。うちはメーカーレンタル機だからそういうのとは無縁ですね。そもそもあんまり使わないものね。野球の時くらい？プレイヤーロボはただの人数合わせで戦力とは数えないみたいに扱われることも多いんですが。まあね。でも鍛え方や使い方によっては一流選手とも戦えるんですよっていうのが私たちのチームのコンセプトの一つです。なるほどね。イエーガー社のロボの宣伝をしつつ私たちの技術実績の売り込みもなんて欲目もあったりはするんですけどね。ロボを使うのがうまいチームといえばライズさんもですね。二人はライズとは？はい、リーダーの日和と少しだけ。ライズのロボたちもいいですね。練習での技術蓄積がしっかりしてるし信頼関係ができてるからロボたちもそれに応えようとしてる感じ。マネージャーロボの子もいつも生き生きされていますし。ののちゃんですね。かわいいですよね。はい、はい。じゃあここからは2人にいろんな質問を。その前に忘れてました、これお土産です。茅ヶ崎名物しらすせんべいと私たちの舞台の映像。ああ、これはどうもご丁寧に。お茶もお出ししませんで。こうしてスマイルパワーさんの取材番組収録が終わって、はあ、ちょっと疲れた。まあちょっと楽しかったな。なんか芸能人気分だ。プロを目指していったらこういうのも増えるのかな。かもな。では食事の支度をしますね。日和さんからいただいたお米を炊きますので。うん、頼んだ。お待たせしました、卵入りもやし炒めとフェジョアーダです。おお、ごちそうだ。試合に向けて栄養をつけませんと。なんかお米がツヤツヤだしいい匂い。いいお米みたいですね。ま、とりあえず食おうぜ。いただきます。このお米は…なんだ、なんだこれ、めっちゃうまい。香りがいいというか、みずみずしいというか。甘いな、こりゃうまい。米ってこんなにうまいんだな。これ、スープかけたりしたらもったいない。お米だけで食べる。北海道産のお米なんですね。
関東にはあまり流通していない銘柄のようです。ブランド米ってやつ？どうでしょう、日和さんは北海道のご出身ですし、地元ならではの美味しいお米なのかも。なるほどな。ああ、もう食っちまった。レニ、おかわり。はい。北海道って美味しいもの多いらしいね。いつか行ってみたい。東日本大会はいろんな場所を回るんだろ。勝ったら北海道にも行けるかもな。頑張る気力がアップした。だな。ああ、でも日和と一緒に行けたらよかったんだけどな。ちょっと会って話しただけなのに随分気に入ったな。一緒に歌ったしね。なんだか気が合うの。ま、心配しなくてもいいんじゃねえの。真剣勝負の対戦相手っつってもリアルスポーツとは温度感も違うらしいし、試合後も普通に話せるだろう。だったらいいな。お米を返しに行くときに少し話せるだろうし。あ、これ私らがいつも食ってるような激安米で返しちゃダメだな。値段調べて現金で返すか。日和は受け取らないかも。まあなんか考える。こうして準決勝に向けて体力をつけて、いろんな思いを抱いて、結果はまあああいう感じになったわけだけど、スノーウルフのいろいろはきっとまだこれから。とりあえず日和と会って話したいなって思ってます。